2023年1月4日朝8時、まだ人はまばらな東京ドーム、通称 1.4 と呼ばれる新日本プロレス1月4日東京ドーム大会。毎年恒例です。毎年恒例、これに来ないとなんか1年がみたいな、始まんないですね。もうずっと年末からずっと行ってるんですよ。もうなんか1年終わんないし始まんないみたいな。プロレス東京ドーム行かないと。 1.4 は2年ぶりぐらいです。声が出せるっていうのも、もうあの思いっきり無糖コールとダーをやろうかなと思ってきました。今年の 1.4 はいつもとは違っていた。昨年10月1日、新日本プロレスの創設者、燃える闘魂アントニオ猪木さん逝去。2023年の東京ドーム大会は急遽アントニオ猪木追悼大会に変更。闘魂よ永遠にというサブタイトルが付けられた。亡き力道団先生の意志を継ぎ、真のプロレスに励んでいきたいと思います。アントニオ猪木は新日本プロレスを旗揚げした日、闘魂という言葉をまとって入場した。猪木、新日本プロレスがこれまで歩んできた道、その始まりの二文字。アントニオ猪木追悼大会となった今年の 1.4 を機に改めて考える。俺たちの、私たちの闘魂とは。闘魂ですか。プロレスをやります。闘魂のファイティングスピリットは僕にとって Until it's too late。何かをこうやらなきゃいけないなとも思いましたし、かつて創始者はこう述べた。闘魂とは己に打ち勝つこと、そして戦いを通じて己の魂を磨いていくことだと思います。アントニオ猪木になろうとしたね。神話とかに出てくる神様みたいな、本気で信じてる。戦う時も向き合って戦うじゃないですか。なんか違う形、猪木やり大切。悔しいかな、ありますよね。選手、スタッフ、ファンの言葉から見えてきた今ここにある闘魂。朝9時、工業事業部のスタッフが設営作業を行っていた。いつも組み立てているリングだが、今日はこのいつものリングがアントニオ猪木追悼大会という一度きりの舞台になる。どうですか、普段とちょっと違いますか。どこかに気持ちはもちろんあるんですけども、平常心ではいいのかなと思います。こういう舞台に選手と一緒に立てるっていうのはすごく光栄だと思いますし、今日はみんながこう気持ちがこう、何でしょう、ガッとなるようなのがあるといいなと思います。今回の 1.4 は第0試合を含め全12試合、20代のヤングライオンたちから最年長69歳の藤波辰巳まで、出場選手は延べ55名。切り込みます。アントニオ猪木と交流があった人たちに話を聞いてみた。真壁闘技、真壁選手にとって闘魂とは何ですか。そうね、俺笑うまでやろうと思ったからフリーズしたから。
ロサンゼルスのさ海外遠征行った時さ、猪木さんさ、せっかくお前ロサンゼルス来たんだ、お前俺とな、お前俺のちょっとお前説法聞けこの野郎、ザリゴリ聞けこの野郎って言われてさ、でこう猪木さんとねプロレスに関してのさ、そういうなんつったらいいかな、掲げてるもの、そういう理論なんだろうな、あの人のそのハートの部分を感じてね、よし今日は気分いいな、おいよし試合するか、柔術のバリジーズマイオっていう選手いるんだよね、プロレス対柔術よ、いきなり始まってさ、うわーすげーって、で猪木さん俺のためにやってくれてんだよ、今思えばやっぱり少なからずともね、そういうことで猪木さんとこうかぶってね、いろいろこう教わったこともいっぱいあってさ、やっぱそれは忘れないもんね、やっぱりね、ファイトスタイルってあるじゃん、あの日本流の戦い方なのかアメリカンな戦いなのかって、大味なのかっていろいろあるよね、だけどもやっぱね根本の心の中にはね、このね猪木さんのこのいつ何時あの心にこう隙を見せるなっていうね、心の隙を見せるなっていう部分がやっぱあるよね、うん、闘魂とはアントニオ猪木だね、うん、それは間違いないな、アントニオ猪木がアメリカに設立したロス道場、その出身者であるロッキー・ロメロ。 He told me one time, this is a true story. He invited me to Roppongi to have cigars and whiskey with him. And he said to me, you're one of my greatest students. And that means a lot to me now, you know, especially now that we lost him. And I'll never forget that, because for a great man to say something like that,means a lot. You know, I've been in New Japan Pro Wrestling on and off for 20 years, and maybe I've had maybe the longest career of any foreign wrestler in New Japan history. And for me, Tokon, the principle of Tokon has not changed, because I think it's such a raw emotionthat as humans, human emotions, there's only a few of them, you know? There's only so many. So for me, the root of Tokon, the root of professional wrestling is fighting spirit. So for the last 20 years, I don't think necessarily it's changed, because the root is always there. And maybe it has a different face and has many different faces. We've seen different wrestlers take Tokon in their own way and make it, but the root is always there. It's always the same. マーティー浅見レフリーはアントニオ猪木と一緒に働き、驚いたことがあるという。2004年、3年か4年に一緒にあの北朝鮮行かせてもらったことがあって、はい、猪木会長に対するその、あの北朝鮮の方の対応がもう、VIP なんですよ。それびっくりしましたね。すごいですよ。これ一人のこのプロレスラーという扱いじゃないですよね。あれすごかったですね。まあ、初めてあのお会いした時の印象とかやっぱ忘れないですよね。あのオーラが何とも言えないですね。闘魂っていうのは、まあ、直接その猪木会長から聞いたことはないんですけど、おそらくなんか全てにおいてこうなっての戦いっていうか、何事においても戦ってて、そこの戦いにはちゃんとこう心があって意味がある、そういうことをこうなんていうんですかね、常日頃からあの猪木会長は持たれてたんじゃないかなと、うん、僕はそういうふうに思いますけどね。朝11時、試合開始まであと4時間、会場の外ではグッズ売り場がオープン。はい、皆さんお幸せ。でもどうぞご協力お願いします。当日券売り場は長蛇の列をなしていた。ファンの方々は闘魂についてどんなイメージを抱いているだろう。親子です。闘魂といえばもう猪木さんですよね。もうね、もう大好きです。僕メールアドレスね、本当猪木アントニオでした。高校の時に文化祭の時にもう猪木さんのマグマチョカウン着てモノマネして、僕にとっても闘魂は
人気者になれる秘訣です。倒れても何度でも立ち上がっていくと、諦めないで最後は勝ちをつかみ取るっていう、それがもうずっと僕の心の中では根付いてますね。根付いてますね。けど闘魂、はい、何するにもやっぱり去年猪木さんが、まあ、猪木が亡くなって、今までこう眠っていたものがこう、まあ、蘇ってくるみたいな、そんな感じはしてましたね。やっぱ猪木がいないと困るなっていうか、そういう面ではその闘魂が宿ってるんじゃないかと思います。意地とかプライドとかそういうことじゃないですかね。自分の中では絶対なんかこうするとか、なんかちょっとした目標とかあるじゃないですか。例えば、まあ、家族持ってればね、子供がいれば、まあ、その子供のためにちょっと頑張ろうみたいな、仕事でも何でもですか、そういうところでも闘魂ってあると思うし、その人一人一人持っているものだと思うんで、闘魂は、うん、猪木さんはねプロレス通じてそれを伝えてくれた偉大な人なの、うん。話を聞くたびに見えてくるアントニオ猪木の存在の大きさ、そしてこの男は生まれながらにしてそのことを感じている。棚橋博士、うちの父がねプロレス好きで、そんなことね一言も匂わしなかったのに、猪木さんのね感じと至る、僕の博士の死が至るっていう字が一緒なんで、後々聞いたら実はね好きでね一時もらったんだよ。だからね僕はね生まれながらにしてプロレスラーになることを目つけられてるというか、選択肢が広いようで実は一本見ちゃったっていう。闘魂はまあ文字にするとね戦う魂っていう、まあ、そのままだと思うんですけど、多分ね何と戦うか、何と戦ってるかっていうのは多分その猪木さんにはね、うん、とても重要だったんじゃないかなっていう、常にこう闘魂っていうのは瞬間瞬間でね燃えるものでもあるんですけど、多分猪木さんはずっと燃やし続けてたと思うんですね。だから僕がね勝手に思ってるのは、プロレスっていうものをね、あのもっとメジャーに、もっと市民権をっていう、なんかこうそういう対世間、対戦相手に限らず、そういった対世間との戦いが猪木さんはねあったんだなと思います、アントニオ猪木と棚橋博士は相対している印象を受けるエピソードが多い。おめえはそれでいいや、おめえは全てに対して怒ってます。全てってどれだい。2002年、札幌での通称猪木問答、格闘技路線へ進もうとする猪木に対し棚橋の答えは、俺は新日本のリングでプロレスをやります。まあそれぞれの思いがあるからそれはさておいて。さらに2009年、猪木ライバルの中村慎介が猪木の名前を叫んだ際、棚橋はこう言い放った。ああ完全に呪われてますね。ストロングスタイルっていうものはもう呪いなんですよ、新日本プロレスにとって。自分の行動発言についてはどうだったっていう。いや間違ってないと思います、はい、猪木さんとの向き合い方の違いというか、真正面からぶち破ろうとした中村と、僕はね、あの正面突破ではなくて、もうね歴史とか記憶には勝てないっていうのは僕は思ってるので、違う新しいね歴史とか、そういう風景を作っていこうっていう猪木さんっていうものを回避した棚橋のやり方の違いっていう。プロレスの中に今ある闘魂って言われるとどんなものですか。闘魂ですか、はい、ありますか。僕は闘魂はないです、はい、と言いますと、はい、多分あの新日本プロレスのレスラーは僕以外みんな闘魂を持ってると思います。
僕は闘魂以外のものを全部持ってます、はい、よくわかんないですけど2004年頃、棚橋、中村と共に新闘魂三銃士と呼ばれた柴田勝頼。新闘魂三銃士と関係だが言われてたわけなんですけど、嫌でしたね純粋にその時は嫌でしたね。3人がね、あの3人ともなんで俺がこいつらとって思ってたはずですよ。同じにする、はい。でも今ね思うとなんか良かったのかなって思います。お葬式の時に、ね、3人で並んで写真撮って、なぜかそこに3人が揃うっていうのがやっぱりなんか意味があったのかなとも思いましたし、そこで揃ってるっていうことはなんか何かをこうやらなきゃいけないなとも思いましたし、新日本プロレスイコール闘魂で痛いですね本当にそこはなんか新しいものはいろいろね、出てくるのももちろん大事ですし、変えるっていうのも大事なんですけど、どこかにそのベースとして基礎というか基盤というかなるもので、やっぱり自分の中でこう闘魂の火を消したくないっていうのがすごくあるんですよ。それってもうずっと自分が今の新日本プロレスを戦っているものでもあると思うんですよね。このインタビューの1週間後、柴田はアントニオ猪木追悼イベント猪木ボンバイエ巌流島 in 両国のリングに立った。1.4 へ戻る。その前に、時は同じく昨年末、新日本プロレスの事務所では各部署のスタッフが集まり、大会開催に向けた最終会議が行われていた。一旦今回で終了となります、ありがとうございました。新日本プロレスで働くスタッフはこのアントニオ猪木追悼大会、そして闘魂をどう感じているだろう。 1.4 でチケットの販売や大会の進行管理を務めるスタッフは、なんだろうね、本当に戦う魂イメージしかないよね変な話、ね、今回犬木さんの件なかったら使ってなかったワードだったと思うんですね、うん、いつも入れたいなと思いますけど、まあ、今回なおさらそんな気持ちはあります。同じく営業セクションのスタッフは、人間のなんか感情の一つじゃないですか、戦う気持ちというか、誰かと競ったりとか自分の中でこう戦ったりとかっていうのは多分誰しもが持っている感情なので、それをこう体現表現するにはすごいふさわしい言葉なんじゃないかな。なんか闘魂って聞くだけでなんかお腹がキュッと引き締まって頑張ろうみたいなとかはあるかなとも思いますし、まあ、仕事も大変じゃないですか小山さん。みんなね、みんなまあ大変の中でやってる中でもドームに向けて頑張ろうっていう気持ちを奮い立たせるっていう意味では今回のサブタイトル、はい、いいんじゃないかなと。やっぱりまとまらないですね考えてきたちょっと考えてきました工業事業部レフェリー2年目の坂本優也、26歳。タイトルマッチやったことあるんで、楽しみですよ。だってもう全部タイトルマッチだった。年間で一番大きい興行でもちろん力も入れるわけじゃないですか。そういうね、いろんな重圧がある上でさらに今年はプラスアルファ一番重いものが乗っかってる気がするので、まあ、もちろん緊張しますけど、もしできたら自分としてはものすごい財産になる経験になるんじゃないかなって、そうしなきゃいけないなって思いますね、はい。闘魂って何だったの？何ですかね、何なんでしょうか皆さんそうなんか誰もわからないんですけど、新日本プロレスにいる人とか見てる人はみんなわかるっていう、なんかなんて言うんでしょう、すごい矛盾してるんですけど、本当神話とかに出てくる神様みたいな
本当に何も分かんないんですけど、でもみんな信じてる、絶対本気で信じてる。そしてこの人は入社をして、入社させていただいて、僕は営業部だったんですけどね、営業部はどんな状況でも諦めずに成功を信じて、がむしゃらに進んで働けという教えだったんですよ、はい、だからそれが最初新日本の僕ら事務方のなりの闘魂なのかなと。一番最初チケット買って見に行ったのも札幌中島体育センターで、でちょうど猪木会長がタッグマッチで背中が見える位置だったんですね、客席が。その背中がものすごく広くて大きくて、でああっていうのが印象で、はい、で、まあ、入社して猪木会長、まあ、猪木社長だったんですけど、はい、ちょっと怖い存在で、はい、恐れ多くて近づけなかったですね。闘魂ビンタってあるじゃないですか。闘魂ビンタが流行る前に、全然流行ってない時に僕はされたことがあるんですよ。1回目の福岡ドームで、お客様を入れる前、会場前に猪木会長に挨拶しに行こうって営業部長に言われて、はい、で控室に入っていったら、スクワット、ヒンドゥースクワットで汗でダラダラ流されてたんですね。3人に言ったんですけど、お前ら1列に並べと、はい、で分からないですよ、流行ってないから何かなと思ったら、一番端の人がバーンって殴られたんですよで2番目の人がバンって殴られて、ああそういうことかとで僕もバシンって殴られて、はい、みんな分からないですけど、ありがとうございましたって、ありがとうございましたじゃないんですけど、本当は分からないから、なんで殴れるのかなって、はい、でもそれも大会が終わるといい思い出かなと思いますね、はい、注入されまして僕も。闘魂ってご自分の中にあると思いますか？私はそうですね、悔しいかな、ありますよね、はい。14時45分東京ドーム開場。ファンの数は一昨年去年よりも明らかに増え、場内が熱気で満たされていく。そして15時20分第ゼロ試合が始まった。アントニオ猪木メモリアルマッチに登場した藤波辰巳69歳。やらせるか、アントニオ。やらせよ、こっちから、このやらせよ、やらせよ、待て待て待て、やらせよ、アントニオ猪木の一番弟子で、一昨年プロレスデビュー50周年を迎えた。藤波がインタビューに答えてくれた。まあ、僕の場合はあまりにもこう痛い時間が長かったんでね、うん、やっぱりこうコーナーを振り返った時に
いつもこうそこにコーナーにこう立っててくれた人なんでね、うん、あまりこう行きたくはないんだけど、やっぱりそれはもうしょうがない、ずっとこれからも先ね、うん、それついて回るでしょうね。何度か猪木さんとはシングルは戦ってはいるんだけど、まあ、あまりにも偉大な方なんで、やっぱ僕自身がもう本当自分のその何ていうのか、スノー藤波たちでぶつかっていけない、どっかにやっぱこうもう偉大な、なんかその、うん、威圧感っていうのかな、うん、なんかこう蛇に舐められたカエルみたいな感じでね、かえって僕よりも下の世代が離れてる選手の方がなんか普通に猪木さんと会話をするし、普通に猪木さんとなんかこう接してるし、試合の中でもなんか僕よりはなんか自由に、うん、長野にしてもね、武藤にしても橋本にしても、うん、なんか彼らの方が普通に猪木さんと相対してるのいるかなっていう。だから僕と長州っていうのは特別、また猪木さんとはあそこまでどっかにやっぱこう一つの壁があるんですよね、うん、これはもう目に見えない、僕らはもうどうしてもこれどう言っていいのか分からないんだけど、それだけやっぱりこうあまりにも自分たちが本当は戦うリングの上ではね、そういうのが本来はあっちゃいけないんだけど、もうこれはしょうがない、もう選手それぞれがやっぱり猪木さんに対する、うん、やっぱりその思いがなんか自分たちのなんかこう金縛りじゃないんだけど、思うように自分が猪木さんにこうぶつかっていけないみたいなね、うん、感じがあって、でも 8.8 の横浜大会だけは今までの自分じゃないみたいな感じでね、本当に自由に自分がもう自分が持ってるものを全て猪木さんにぶつけたっていうのかな、うん、それで今だから言えんだけど、僕自身がアントニオ猪木になろうとしてたね、今思うと。試合見ると要するに何かこう猪木さんは、僕はまあどうしてもね、やっぱ付き人をずっと長い間やってきて、試合でもやっぱりセコンドでリングの下からこう見てるも見てたんでね、やっぱり間の取り方、猪木さんの怒りであったりとか、その戦い方っていうのがやっぱり誰よりもずっと見てきてるから、どっかでだから寝返っちゃうんだよね、うん、ただ黒いリングシューズ、黒いタイツ履いてるからだけじゃなくて、やっぱりどっかでやっぱり時ちょうど実況が古谷さんだったのかな、古谷さんがあの時の実況の中でうまいこと言うのは、本当に二人の猪木は戦ってるって言ったと思うんだけど、本当にあれは名言だろうね。だから猪木、古谷さんが本当にそういう風に見えたんだろうね、うん、僕自身は本当に猪木になりたいって、それはもう僕だけじゃなくて、今いろんなプロレスラーっていうのがリングにこう何ていうのかな、メイベンターをね、うん、目指してこう戦ってるけど、やっぱりどっかに、うん、アントニオ猪木に憧れてアントニオ猪木になりたいんですよ。だからもうそれも僕なんか特に本当に似てて、うん、戦い方がやっぱりどっかに似通っても、これはもう致し方ないんだろうね。うん、藤山辰巳っていうのは独自の戦い選手でありながら、やっぱどっかに猪木さんを真似ようとしてるもん、うん、攻撃であり耐えることでもあり、全てやっぱり闘魂、全てがやっぱりアントニオ猪木でしょうね、うん、ここまでプロレスが進化したかって感じでね、うん、今はもう完璧、今はもう僕と見てると僕らがびっくりするぐらいだもん。でもその中に一つのなんかこう猪木さんの闘魂をどこにこう調味料っていうかな、うん、入れたらもっとプロレスのファンの印象が変わってるかもしれない。なんか秘伝のタレみたいな。そう。あったらいいな、猪木さんのなんかそういうなんか秘伝のタレがあったらな。123だってすごい不思議な言葉だなって。ねえ、だからこれもだから猪木さんがいつから始めスタートしたのか分かんないんだけど、やっぱり猪木さん自身もやっぱりプロレスって自分が上がっリングに上がる中でやっぱファンの心を一つにするっていうのか、やっぱりそれをだから今ここまでこうやって作り上げたっていうのはね、本当好きだったすごいなと思うんだけど、本当に知らず知らずうちに選手もファンも本当に、うん、今ではなんか当たり前のようにね、それがこう隠れてなって、本当だから街の中、例えば渋谷であり銀座でありどこかの中で本当にそれに人がごみがあった中で、誰か一つこう規制上げてごらん、123ってみんな周りの人みんな多分123ってやるでしょ、多分それぐらいね、本当にもう何ていうのか、世の中に馴染んでますよ本当に、はい。
一回いいねやってみるといい、うん、ドッキリカメラじゃないんだけど、うん、一回ね、うん、それやったら前の人がどう反応するかね面白いと思わない？渋谷の前の交差点のタコでね、真ん中立ち、だけ立ち回って、なんか覚醒器かなんか持ってね、1、2、3、何人の人が手を挙げるかやってみたいな。お前さん、お前さん来たんできたんですね。1月4日17時1.4 本戦がスタートした。第1試合IWGP ジュニアタッグ選手権試合に王者として出場したロス道場出身 TJP 38歳。彼の右胸には秘密がある。 So I have words from the wall in LA Dojo. In Inoki Dojo, there was a writing, the road, and I put it, a tattoo here on my chest. It reminds me every day of going to training, but the message is really, there's a lot of wisdom in the message about staying in the moment, and not getting too far ahead, not doubting yourself, and not worrying about the future, just focus on what you're doing right now and to trust yourself and have faith. I think it builds courage. Yesterday, before the press conference, I was asked a question, and maybe some of you will see the video. What does Tokon Fighting Spirit mean to me? What does Inokiism mean to me? Well, to me it means courage. And everybody thinks it means in the ring. No. No, not just in the ring. Because he taught me that he had the courage to do things his way when people didn't believe in his way. He had the courage to create something that people didn't believe in, and now they believe in it. And as one of Inoki's final students, he taught me to have that courage, to think about doing things his way, which means to open up your mind and do things anyway. Not just what's popular, not just what's great, make your own great. So he taught me courage. Today, well, I wasn't sure, but we went out there anyway. Just like it says, the road. One step leads to the road. We took one step out of the curtain. I didn't know where the road goes, but we figured it out. That's what it means to me, and that's what it taught me. Thank you. 今回の 1.4 ではもう一つレジェンドの名前が銘打たれた試合があった。第6試合、武藤圭司新日本プロレスラストマッチ、30分一本勝負を行います。2月に引退する武藤圭司、古巣新日本での最後の試合。
昨年末行われた武藤と棚橋の対談でこんな話が出ていた。武藤のチルドレンっていうね、やっぱりその、いっぱいいますもんね、プロレス界に。そうですね、多分猪木さんとか馬場さんの次ぐらいに、はいはい、多いかもしれないですよ。いつものね、うん、注入されたし。お前藤田美咲弟子でもあんだろ。そうです。お前もうなんだかシリガル男みたいな感じで。いや、では新日本プロレスは明らかにこう、あの猪木さんラインとは違う藤波さん、武藤さんのこうライン系譜があるんですよ。筋肉質で、スター選手で本体っていうこう、はい、あのキーワードがあって、それだと、藤波さん、武藤さん、棚橋とくる。おそれはあくまでもちょっとこの技とか見かけだよな。そう見かけというか、はい、俺は多分考え方はね、はい、もしかしたら猪木さんに近いよ。おー、うん、あそこまで突拍子もないことできないけど、はい、やっぱりちょっとそういうなんていうの、面白いことやってる、なんかちょっと外すこと好きだよ。あー、うんうんうん、予定調和っていうちょっと外した方が好きで、ファンの方の、うん、ファンが望んでる形からさらにいい方向に裏切る感じよ。うん、いや、もしかしたら失敗しても悪い方向にいっちゃう可能性もあるんだけど。まあまあ、何回かありましたけど。武藤、そして棚橋とタッグを組んだ海野翔太、25歳、初めての 1.4 でパートナーに抜擢された。会場入りしてすぐ声をかけてみた。緊張してます？いや、全くしてないです。もう6人の中で一番目立って全部食ってやろうと思ってます。はい、もうその上でやっぱ武藤さんを送り出したいなっていうふうに思います。はい、カード発表されて意味を考えた時に、やっぱりこう今までの積み上げてきた新日本プロレスの歴史っていうのを、まあ、自分を中心にこれからどんどん築き上げていかないといけないんだなという意味で、まあ、未来というか新時代というか、まあ、それの第一歩という意味を込めて今日の試合を迎えたいなと思います。はい、海野選手からが思う闘魂とは何だと思いますか？闘魂、なんか難しいですよ。人によるというか、なんか各々闘魂を持ってると思いますし、なんかそれでいいんじゃないかなと思って、例えばね、まあ、猪木さんが思う闘魂なのか、その闘魂は形は違えど新日本プロレスで50周年51周年とこう受け継がれてきてるので、それはこれからどんな形であろうと闘魂という言葉だけは絶対忘れずにリング上に立ちたいと思いますし、自分の中での闘魂というのはやっぱり戦う気持ちだと思うので、絶対負けないとか絶対勝ってやると、その気持ちをベースにこれから先もずっと自分のプロレス人生を生かして戦っていきたいなというふうに思います。内藤哲也、真田、武士の3人が先に入場し、武藤らを待ち受ける。そしていよいよ武藤の入場。
東京ドームに無糖コールが響き渡る。宣言通り海野が3カウントを奪い、武藤圭司新日本プロレスラストマッチは幕を閉じた。闘魂戦ったら戦う闘魂戦いの魂だよ。次に行われたのは IWGP ジュニアヘビー級選手権試合フォーウェイマッチ。この試合でも海野と同じ25歳が躍動した。マスターワト、この2週間前、煽り VTR のインタビュー中、思わぬ話が闘魂につながった。宝塚にハマりまして、もう自分もその時ちょっとコメントとかプロレスでちょっと悩んでたので、そこでなんか新しい刺激っていうもので宝塚見始めたんですよ。じゃあもう頭から離れなくなりまして、人に言葉を伝えるとか思いを伝えるって部分では似てるので同じだと思うので、そういうところではすごく勉強になりましたね。宝塚見てる時も自転車乗ってる時も、もちろんリング上に上がってる時もそうなんですけど、向き合う心思いが多分一番の闘魂なのかなと。人それぞれ向き合い方とか思いとかって違うと思うんですけど、相手に戦う時も向き合って戦うじゃないですか。なんかそれがあるからこそ闘魂が生まれ燃えるのかなと。自分はそうじゃないのかなとは思うんですけど、この大舞台で向き合う時がやってきた。個性豊かな対戦相手たちが次々に入場する。
勝利へ肉薄した後にファンは惜しみない拍手を送り、王者は高らかに叫んだ。いやジュニアは世界中のジュニアはこの俺に任せろ。第8試合ダブルメインイベント、レッグプレゼンツ IWGP US ヘビー級選手権試合。会場の歓声がひときわ大きくなったダブルメインイベント。ファンが期待の眼差しを向けるのは、新日本プロレス4年ぶりの出場となるケニー・オメガ。そしてケニーを迎え撃つ。王者ウィル・オスプレイ29歳。入場曲の雰囲気が変わった。Something that tells you, even though your body is sore and in pain, and you can feel your ligaments tearing and bones not in the place they should be, and there's moments where you wake up every single night and you think, why do you do this? And it's because it's that burning desire to win. It's that feeling of never giving up and going that extra way for the people that have supported you, to the family that is at home, to the boys that surround me ringside, desire to just ensure a happier and healthy lifestyle going forward. And not only that, but inspiring the next crop of talent to push just as hard as what we did. Two の攻防は血で血を洗うようなバイオレンスなものとなった。Kenny! Oh, Spence! Oh, Spence! Oh, Spence!
仲間に支えられながらリングを後にした。今回第6試合に出場した海野翔太も、第7試合に出場したマスターワトも、そして第8試合に出場したウィル・オスプレイも皆20代。アントニオ猪木と直接の交流はない。俺たちの昭和の時の闘魂とはやっぱ猪木さんのイメージがやっぱあるからさ、ね、また違うんですね。若い子たちの闘魂っていうのはね、俺の自身は戦って魂の戦いだけど、みんなが持ってる闘魂っていうのはね、またぜファンの人たち応援のその仕方のまたいろんな闘魂があるだろうし、一つに絞れないのがまただからプロレスって面白いんだね。新日本プロレスには若い世代のファンもたくさんいる。彼らが思う闘魂やプロレスもまたとても自由でたくましかった。闘魂って何だと思いますか？おー、むずなんだろうな。もう岡田の試合とか結構好きで、なんかすごいもう真正面から戦う感じが、なんか闘魂っていう感じが自分の中ではしますね。なんかお父さんとかはリアルタイム見てるからその根付いてるかもだけど、やっぱり私からしたらその闘魂は猪木のものと他の人のものとは全然違うし、なんか違う形の、ね、新しい闘魂とかがいっぱいあるかもね。プロレスってどんなものですか？はい、何にとってプロレスって何だろうな、何だろうね、どんな感じなの？命より大切。命より大切すごいな。プロレス知る前はもう闘魂とかもそういう関係も分からなかったんですけど、もうプロレス知ってからその闘魂とかそういうものが分かってきて、自分に対して大きな壁が立ち
立った時にその闘魂っていう言葉を、まあ、心に刻んで、まあ、乗り越えたことが何度かあったので勇気の出るような言葉なんだなと自分は思ってます。僕もお兄ちゃんと一緒です。お兄ちゃんと一緒で何かあった時にとても心が強くなれるような言葉です。プロレスが自分の日常生活とかに影響を与えてるなって思う時とかってありますか？もともとちょっと自分は内気な性格であまし人前に出ることが少なかったんですけど、そのプロレスラーの方々の、まあ、試合とかで勇気を与えてもらって、そのちょっと自分でも人前に出てみようっていうことで何度か学校の方でもその人前に出たりすることをができるようになったなって思ったのでよかったなと思います。闘魂を胸に勇気を出して行動してみる。岡田和親はここ数年アントニオ猪木の名前をたびたび口にしてきた。まあ、そこまでやっぱ深い関係ではなかったですし、なんなら猪木さんとの関係をこれから築いていきたかったなっていう中でこうね亡くなってしまったので、なんか本当に、まあ、もっといろいろとお話を聞きたかった大先輩っていう感じですね。いやもう比べ物にならないぐらい猪木さんの凄さっていうのはなんか改めて亡くなって分かりましたね。本当にもういろんなニュースでやったりだとか、まあ、僕イギリスいてやっぱイギリスにもそのニュース届いてきましたし、まあ、でもっともっとプロレス界を盛り上げていってですね、猪木さんに負けないぐらいのですね、あやっぱ存在にはなりたいなと思いますね。いよいよアントニオ猪木追悼大会のラストを飾る IWGP 世界ヘビー級選手権試合の時間がやってきた。岡田の挑戦を受けて立ったのが王者ジェイ・ホワイト。It's now that you look back on all the things he did that you really that you can see all the things he did and you have that respect for them and you can admire them. For myself, we're still very much in the thick of my career and the things that I'm doing. And things that I'm doing, people aren't going to realize the relevance, significance of that until later down the track, just very similar to Mr. Inoki. Maybe we didn't realize at the time the significance and how important and how relevant and the impact of the things that he was doing, the impact that they were having. I think that's maybe you can compare that to myself. People probably don't realize exactly the extent of the impact that the things I do have, the significance that they have.
the relevance that they have, the effect that they have on this industry and everybody in it. I don't think people will truly be able to appreciate that until it's too late.最後の試合は岡田和親が勝利した。涙がこらえられなかった。
今日の大会いかがでしたか？あれもう最高っすよ、最高、ありがとう。いやもう俺はガキの頃からずっと見てて、猪木さんの世代でやってきたけど、最後岡田和親が 1,2,3 だってやってくれて嬉しかったっす。最高でした、もう最高でした、めちゃくちゃ最高でした。全員が負けちゃったのがちょっと悔しかったですね。合コン感じました、合コン感じました。1,2,3 ザー、ヒーロースプレー対ケニーオメガの、もう試合が何とも言えない感じのそう、お好きだですね。はい、もうやっと日本で見れて嬉しいです。モチベーションになる試合が多くって、なんかね、自分も頑張ろうかなっていう気になりました。闘魂って何だと思いますか？闘魂ですか？あと逆境にも負けない、もう今 の、 そのコロナのパンデミックがあっても、レスラーたちももちろんそうですし、プロレスファンもそれを見て、またいろんな生活でどんどん闘魂忘れずに生きていって、なんかその逆境に負けない継承されるものだと思います。闘魂、僕もヤングエアとして育って、まあ、猪木さんに直接何かおっしゃったわけではないですけども、いろんな先輩からこう受け継いできたものっていうのは僕にも受け継がれてると思うので、自分の闘魂をしっかり背負ってですね、戦っていきたいなと思いますね。本日は最後までのご観戦誠にありがとうございました。お疲れ様でした。一人で言わせてもらって、ダーをね、分かるし、猪木さんね、今頃天国で怒ってるかも、ね、知りませんけど、勝手にやってんじゃねえとかね。最近のファンの人もいれば、猪木さんのバリバリ見てた人たちも今日来てくれたと思いますし、やっぱりダーを押してですね、猪木さんに届けたいっていう思いも皆さんあったと思いますんで、まあ、最後にできてですね、すごい良かったですね。はい、しっかり猪木さんにも分かんない、なんて言ってるか分からないですけど、しっかり届いたんじゃないかなと思います。1.5 大田区総合体育館、初めてタイトルマッチできたんですよ。すごい緊張して、なんかいつも通り全然できなくて、すごい悔しかったですけど、まあ、振り返って言うと、まあ、楽しかったなってめちゃくちゃ盛り上がるオープニングマッチのレフリーになりたいなと思います。今まず目標として、1年後、2年後、俺の中での闘魂は何になってるかわからないです。ただ今現在、闘魂イコールテンション、元気があれば何でもできる、俺はそこに全てが詰まってると思いますよ。日常生活でこれを見てる貴様らにも闘魂あるだろう、こいつには負けたくねえって、それが闘魂だよ。闘魂よ、永遠なれ、言われなくたって永遠に持ってるよ。僕学生時代にそのいとこのお兄さんにこうサプライズで、あの猪木さんの引退試合を連れてってもらったことがあって、20何年経ってまさか自分の子供と2人で今度はね、追悼行為を見に行くなんて思ってもなかったし、声出し OK だったので、まあ最後に猪木コールもできたし、 1,2,3 ダーもできたし、本当に幸せな空間でした。誰もが抱く感情だと答える人がいた。その全てが自分だけの大切な闘魂。新日本プロレスにある闘魂は過去と今をつなげてくれる。そして新たな世代は新たな闘魂を生み出すのかもしれない。完結することのない願い、
勇気、未来。この世界に私たちがいる限り、闘魂はきっと永遠だ。最後に私から皆様にメッセージを送りたいと思います。人は歩みを止めたときに、そして挑戦を諦めたときに年老いていくのだと思います。この道を行けばどうなるものか、危ぶむ中で危ぶむな道はなし、踏み出せばその一足が道となり、その一足が道となる。迷わず行けよ、行けば分かるさ。ありがとう。猪木さん、CD を送るぞ。